パッドナカはアメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州タンパ出身の日系アメリカ人。出身地はハワイ州ホノルルとされる場合もある。1950年代から1960年代にかけて活躍した日系人プロレスラーであり、NWA フロリダ地区のブッカーでもあったデュークケオムカの三男。1983年末に留学生として、 新日本プロレスに入門し、1984年4月7日の佐野直樹戦でデビュー。アメリカに帰国後は NWA ミッドアトランティック地区などでジョバーとしてキャリアを積んだ。1986年よりテネシー州メンフィスのクアを主戦場にポールダイヤモンドとのバッドカンパニーで活躍。同地区認定のタッグタイトルを再三獲得した。 1988年からは、ダイヤモンドと共にアワに参戦。マネージャーには、ダイヤモンド・ダラス・ページが付き、マーティ・ジャネッティショーン・マイケルズのミッドナイト・ロッカーズと、アワ世界タック王座を争った。1989年8月には、外国人サイドで新日本プロレスに再来日、オーエンハートと組んで、IWGP タック王座決定リーグ戦に参加している。同年に、 WWF と契約し、ミスターフジをマネージャーに佐藤こと、佐藤明夫とオリエントエクスプレスを結成。佐藤がフロント入りした1990年の末からは、旧友ダイヤモンドが覆面レスラーの加藤を名乗って、新加入。アワイライとなるロッカーズとの構想をギミックを変更した形で再開させ、リージョン・オブ・ドゥームや、ハート・ファウンデーションとも対戦。 1991年10月には揃って SWS にも来日した。1992年の初頭に WWF を離れ、メキシコなどを転戦後、8月に日本のユニバーサルプロレスリングに参戦。1993年からはダイヤモンドとバッドカンパニーを再結成して ECW アースワを転戦した。1996年には WCW でエルガとなる。 タイガーマスクの偽物風の覆面レスラーに変身し、6月16日のグレートアメリカンバッシュにてコナンの US ヘビー機ー王座に挑戦している。2000年と2001年は FMW に参戦。2000年の来日時にはジャドー道下ドー中山香織の持つウー6人タッグ王座にブラッドエリオットダミアンブレードと組んで挑戦した。2001年10月、 ゴクーゥのリングネームで12年ぶりに新日本プロレスに登場、チーム2000のメンバーとなって活動した。以降は、セミリタイア氏2005年より各地のインディー団体へのスポット出場を続けている。2008年4月18日には、フロリダのアスフにテカトーことポールダイヤモンドとのオリエントエクスプレスを再結成。2011年7月24日には、テキサス州、 ブラウンズビルの NWA サウスウエストにて、カリートとストリートファイトマッチで対戦した。このほか、受け身のうまさにも定評があり、クローズラインを受けた際には体を後方に、切りもみ状に回転させて、バンプを取ることで、その威力を引き立たせていた。ロードウォリアー・アニマールは辞書において、WWF で何度となく対戦した田中と、ポールダイヤモンドのオリエントエクスプレスについて、 自分たちの役割をきちんと心得ており、リング上では安心して流れを任せることができた。どんどん技を出せと言ってきて、生き生きと仕事をこなし、俺たちを引き立ててくれたなどと評している。ありがとうございます。